い、まあ30分ぐらいですかね。30分くらいやって、そう、ゲームで、あのヘッドセットなんですよ、私のゲームの、あの何いつもやるときは。だからこうやってここにこうかぽってしてたから、ちょっとなんかこう耳の跡というか、なんか変な形がついちゃったら、エフェクスじゃん。今日はエフェクスじゃなくて DVD っていうデッドバイデイライトをしました。怖かった。いろんなキラーに追われました。今日デッドバイデイライト、そう、 DVD はね、心音が鳴ったら鬼が近いよっていうゲームなんで、音大事。ちょっと待って、なんか斜めるんだよね、これ。ティッシュ箱がめっちゃ。ゲーム大好きだ。びっくりした。なんか斜めったんだけど、また。何事？ DVD か Apex、 そう、 DVD か Apex ぐらいしかあんまりパソコンゲームはやってないかなって感じなんですけど。ね、心音ってかさ、あの鬼にさ追われるとめっちゃ怖い。あの昔からね、私はなんかこう大声出して追っかけられたりとか、なんかそういう追われる系のあれにすごい恐怖、なんか怖いって思っちゃうんだよね。そう、 PC でやってます。ここの癖がまたストレートにしなきゃ。なんかさ、今日さ画角変じゃない？この間めっちゃうまくいったのに、どうして？Apex は最近はブラッドハウンドばっかり使ってます。なんか前はあのライフラインとかでも、基本後方にしか私いないので、あんま前線に出て戦うことはないので、なんか味方が詰めたら詰めるみたいな。もういいやこれで。さっきよりは見やすくなるか、さっき斜めってたんだよね。あ、危ない。今日はね、遅い時間からの握手会なんで、ゆっくりです。髪の毛をねってるね、ごめんなさい。にょーん、見て、髪の毛がほら、ここをねってる。ずっと耳にかけてたからさ、ロッカーに隠れるが定番の DVD でもさ、ロッカー隠れてすぐ見つかったらさ、すぐ捕まっちゃうからさ、そんで釣られちゃうんだよ。あのゲームほんと怖い。一応ホラーゲームなんだよね。なんかみんなあんまりホラーゲームと思ってないみたい。なんかおは、握手会すごい今不具合凍ってるのかな。なんかめっちゃみんなツイートしてますよね。なんか声が聞こえなかったりとか、何カメラが映ってなかったりとか。なのでこの後私と握手する方は、まあ、握手っていうかお話する方は一応確認をしといてくださいね、ちゃんと。だってね、そのなんか、え、聞こえないよ、え、何みたいなとこでさ、もう時間過ぎちゃってるからさ、ねえ、もったいない。なんで、なんか皆さん確認しといてください、いろいろ設定とか。あとなんか、まあマイク付きイヤホン
あ、マイク付きイヤホン大体みんなしてるじゃないですか。で結構近づけすぎちゃうとボフボフ言っちゃって、なんか何言ってるか分かんないっていうのがあるので、まあその使ってる種類によって多分その大きかったり小さかったり音がっていうのは多分違うと思うんですけど、なんかあんまり近づけすぎちゃうとめっちゃ音大きくて割れてるみたいな、息が入りすぎちゃってボフボフ聞こえるみたいな、わかる？言いたいことわかりますかね。そう、なんか本当に聞こえづらいんですよ。大きすぎても聞こえないし、なんか小さすぎても聞こえない、まあ、小さすぎるっていうのはあんまなかったんだけど、今まで結構みんなちゃんと聞こえて、そう、音がこもって聞こえるというか、なんかこう本当にボフボフっていう表現が一番合ってるんだけど、そう、ボフボフ聞こえるか、なんかもう、まあその自分で調整するのってすごい難しいけど、あんまり近づきすぎない方がいいと思います。あ、クマのぬいぐるみありがとう。イチローちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。ジローちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。サリちゃんのカレンダー写真どれも可愛すぎて選べません。嬉しい。そう、なんかランダムで30種類の中から12種類選べる推しのね、カレンダーを作れるやつが今グッズでね出てるので、私もツイッターで引用リツイートしてるので、もしってか絶対皆さん来年のカレンダーぜひ、多分いろんな組み合わせもできるんですかね、その一人の推しメンとかじゃなくて、ちょっとそこはあんまり私把握できてないんだけど、推しメンは一人だけカレンダー、あ、一人だけなんだ。え、そうなんだ。いろいろ組み合わせとかできたらいいのにね。え、なんかでも私って生写真とか結構写真写り悪いんですよ。まあ元がいいって言ってるわけではないんですけど、なんか写真の時なんか目が死んでて、いつもなんかあれ？なんかちゃんと目開けてる？みたいな写真が結構多くて、なんか結構自分でちょっといまいちだな写り方がっていうのが多いんですけど、でも今回のカレンダーのやつはそんなになかったかな、あんまりうーんってやつが。なんかどれもなんか、あ、可愛いの選んでくれてるなみたいな、写りがいいの選んでくれてるなって感じでした。あとはなんか公演中の写真だったりとかも、そうそうそう、いろいろあるので、よければ今ね、私のリツイツイッターから飛んでいただくと、私の写真はどれか30種類全部見れると思うので、よければサイトに飛んで見てみてください。いや、めっちゃ良かった写真が、なんかいつもと違う感じの、いつもとっていうかカレンダーさ出たじゃん結構で、なんか今まではもう本当に生写真のやつを、生写真として撮ったやつをカレンダーに使ってたみたいな感じの、衣装だけ違くて、引きと寄りと中くらいとみたいな感じの、カレンダーが今まではグッズで出てたんですけど、今回はなんかその公演中のいろんなねシチュエーションというかシチュエーションじゃないな、月に合った写真とかいっぱいあるので。ね、よければ皆さん、見てみてください。そう、写真めっちゃあるからね、迷うよね。もう選んだ？早いな。ね、個人的にはね、
缶セット買えば全部の写真使える。ダブっちゃうけどね、12枚だから30種類あるから何枚かダブっちゃうけど。あ、ちょっと待ってよ。そうだね、このチャイナのやつとかさ、どうやって使うんだろう。何月に入れるんだろう、みんな。なんかリッドチャームの時のだったり、コンサートした時のだったり、いろいろあるんですよ。でもなんか意外とね、なんかちょっとね幼く見える。髪の毛短い時もあれば長いというか、うん、今までいつも通りって感じ。このなんかこうポップコーンとかが背景に映ってるやつが一番多分結構前に撮ったやつなのかな。最近ではないもんね。4月はみんなやっぱあれじゃない、イースターの写真じゃない。どっちだろう、2種類あるんだけど、イースターで卵写ってる方が可愛いよね。なんか色とりどりって感じで。あ、2月バレンタインあるじゃん。9月か5月、そうなんや。まあでも全身と寄りとありますね。うん、いいんじゃないですか。みんなが好きな、別にこう季節とか関係なく、こう何月に合いそうみたいな、これはこの写真は何月に見たいとかあれば、別にその組み合わせでも全然いいと思います。よければ、あの来年のカレンダーはあの推し面のカレンダーを作ってみてはいかがでしょうか。楽しいよね。しかもなんかこう自分でさ、12枚、まあ30枚の中から12枚選んで自分のオリジナルのカレンダーを作れるっていうのがね、クリスマスが4月でもいいよなって、あ、全然いいよ。4月にクリスマスの衣装が見たいなと思ったら4月でいいよ。あ、公演写真を何月に持っていくか。まあでも10月とかはなんかハロウィンな感じのやつとかはあんまりないから、10月とかでも良さそうだけど。おお、セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。そしてケンイチさん、クマのぬいぐるみありがくま。ケンイチさん、クマのぬいぐるみありがとう。いやー嬉しいですね。この間もいっぱいたくさんもらって、この間お祭りかってぐらいもらったもんね。あ、ホエイさん、クマの月見団子ありが団子。ちょっと期間限定のやつは難しいよ。コマコマさん、クマのぬいぐるみありがくま。コマコマさん、クマのぬいぐるみありがとう。そう、お祭りだったんだよこの間。すんごいね、あのたくさんみんな投げてくださってね、あの真ん中に全部集結しとったっていうお話。
びっくりびっくり。今日と明日握手会なんで、皆さんぜひぜひぜひ楽しみましょう。ぜひ。今日はね、愛犬のムーちゃんのお誕生日なんですよ。おめでとう。3歳のお誕生日です。こんばんは。会いたくなる？握手しようよ握手してお話ししようよ。画面越しだから握手はできないんだけど、お話ししようよ。わお、はるさん、くまのぬいぐるみありがくまー。はるさん、くまのぬいぐるみありがとう。握手しようよは泣けてきた新米食べましたか？どういう質問それ新米まさしく会いたくて嫌になる。うまい、上手だね。今日は指輪をしていこうと思います。この指輪さ、難しいよね。このなんかこう五角形みたいな。洋服は決まったよ。もうなんかあるもんでいいやと思って。別に適当ってわけじゃないよ。普段着をなんか組み合わせてした。イヤーカフあります。今そう、オンラインやったら全身見えん。もうね、本当に今ぐらい、これぐらいしか映ってない。これに今日はカーディガンを着ていきます。ちょっとドアップ、ちょっと待って、カーディガン取ってくる。すぐここにあります。前に服のことでシェリちゃんに怒られた。え、怒られた？え、私服のことで怒ったっけ？ちょっと待って、なんかすごいさ、白飛びがすごい。今日はこういう格好です。じゃじゃーん。そう、ザ・秋のコーデ。ザザというか、なんか普段着って感じ。マジで今日カジュアルな格好ですね。いや、ベージュ系の色めっちゃ好きなんよ。ベージュとかなんかね、この時期やからっていうのもあるんやけど、なんかね、茶色に目が惹かれる。なんか何でもこう薄い茶色とか濃いとか普通の焦げ茶みたいな色のやつとか。だって最近買ったアウターも茶色やろ。普通にじゃない、間違った。そう、こういう色とか、まあ、あのズボン、こういう色とか好きなの。めっちゃ最近買ったアウターがね、もうめちゃめちゃ欲しかったやつで、
いいの見つけたなって感じ。ちょっとちゃんと時間気にしとかんとやばいけん。30分、40分ぐらいに終わろうかな今日は。そう、ベージュとブラウンがね、どうしても多くなっちゃうよね。なんか他の色って思うんやけど、ベージュとかに惹かれてしまう。はっ、としぼうさん、クマのぬいぐるみありがくまー。としぼうさん、クマのぬいぐるみありがとう。そう、ぽわっとした袖のやつがめっちゃ好きなんよ。カーディガン、これは GU です。福岡別にめちゃめちゃ寒いわけじゃないな。なんかね、今日微妙な雨が降ったんだよね。なんかこう、なんかなんていうん、こうなんかあの嫌な雨、わかります？小雨のなんか微妙な雨。これは GU です。ゲーム、さっきまでやってました、配信前まで。あ、昨日やっぱ暑かったからさ、夜なんか寝苦しかったんだよね。なんか暑っと思って、蒸し暑いなと思ってたら、案の定なんか朝雨降ってて、ちょっとだけびっくりびっくりって感じよ。服のセンス好き、ありがとう、嬉しい。私別にそんなおしゃれな方じゃないんだけどね、なんかね、たまにこう妹とかからね、なんかそれ変よって言われる。いいんじゃい、いいんじゃい。そう、足元がね、ポッポポッポして暑かったの。足出して寝たけどさ、あの布団から、もうそれでも暑いのよ。これいらないね。めっちゃなんか今腸が鳴った、腸びっくり。なんか消化してるんかな、お昼ご飯消化してる。なんか落ち着いた。なんか昔みたいにもうなんかこうブリブリな感じの、もう可愛いザ女の子みたいな服装あんまり着なくなったかも。だからワンピースとかはたまに着るけど、うん、ほんとたまにって感じやね。顔丸いね。最近セリちゃんの配信なる疑惑、なる疑惑とは。ワンピース姿かわいい、ありがとう。明日は髪の毛結ぼうかなと。丸い私。今日はストレートでいきますわ。明日は髪の毛あげますわ。明日は配信できないですね。うん、申し訳ないけど明日は配信できません。ソーリー。会場でね、で、あ、ちょっと、危ね、携帯が落ちそうでした。ガタンっていうとこだった。なんか赤くない顔。
明日楽しみです。よろしく。こちらこそよろしく。40分で終わるって言ったね。楽しみだな。今日はどんな人が来てくれるんだろうか。髪の毛の量が多いよ。タイムラグが結構あるみたいだね。あー、握手会のなんかみたいですね。機材トラブルみたいなのが合ってるみたいで、どうなんだろう。眩しい。これあると顔がさ青く見えるんだよね。めっちゃちょっと遠くに。暑い。これ来たら暑い。まだ外はね意外と冷えるけどね、家の中は暑いね。何中、みんな待機中。配信にもラグある、もしかして。いやー、これからですか。今からね、オンライン握手会っていうお仕事があります。その前にちょっとだけ配信しようと思って今配信しておりますところです。はい、この髪の毛を練ってるのが。だからなんか今日変な天気だからさ、こう雨が止んだり降ったり止んだり降ったり、湿気がねあって髪の毛がバサバサになるんです。待機中。明日はどうなるんだよ。明日も雨かな。雨はちょっとやめていただきたいね。頭がボサボサになるので、髪の毛が。めっちゃ目が痛い。髪の毛明日は晴れだって。明日は晴れるって。こんばんは。お、セリ様さん、もう一個。あ、ん？うん、そうだね。クマのぬいぐるみ、ありがとう、クマ。セリサムさん、クマのぬいぐるみ、ありがとう。ケンイチさん、もう一個、クマのぬいぐるみ、ありがとう、クマ。ケンイチさん、クマのぬいぐるみ、ありがとう。結んだらボサボサ目立たないかもね。そうそうそう。結んだらね、髪の毛の広がりとかさ、わかんないからあれなんだけど、
でも明日結ぶから今日はちょっとおろしときたいんだよね。でも今多分さっきねゲームでヘッドセットをつけてたからちょっと髪の毛がうねってるだけで、これはね握手前には直しますので。イベ中並みにギフト来てる。いや昨日の方がやばかったよね。あ昨日じゃないや、昨日じゃない、いつやったっけ、一昨日、この間のがやばかったよね。ありがたいことにこの間なんか誕生日かってぐらいタワーをいただいて、いてやばい、眠くなってきた。ちょっとあもうそろそろ終わらないとだ、あと今4分だからもうあと6分しかない。そうそうそう、この間がねやばかったのよ。今千葉めちゃくちゃ降ってきました。気をつけてね。そうこの間タワーがねめっちゃありがたいことに投げていただいて、ありがタワーを何回もやらせていただきました。お話し会、お話し会緊張する？いやいや、友達とテレビ電話してるぐらいの感じに思ったらいいんですよ。緊張するんだ。だってもう結構合ってますよ。普通に会うよりオンラインのが緊張する。なぜ？不思議。オンライン映えしない？オンライン映えとかあるの？オンライン映えとは何でしょう？まあ慣れないよねオンラインとかはね、みんな最初めっちゃ糸が出てる。緊張するんか。なんかでもね毎回みんななんかいる場所が違ったりとかしてね、おもろいの。職場からとかいろいろな方がいまして、わあ。じゃあそろそろ準備しましょうかね。髪の毛もストレートにしないとだし、見てこのうねり、これ全部ヘッドセットでうねりました。顔丸マジでやだ。では皆さん、ちょっとですが配信お付き合いいただいてありがとうございました。またやります。最後はランキングで終わろうと。
13位から読みます。13位はジコジコさん、そして12位が黄色い招き猫さん、11位がシングルンゴさん、10位がハルさん、9位がイチローちゃん、8位がこれはなんて読んだらいいでしょうか、 CX82P さん、7位がイケポンさん、6位が福岡のゼロさん、5位がコマコマさん、4位がトシボーさん、3位がセリ様さん、2位がケンイチさん、そして1位がホエーさんということで、ありがとうございました。はい、その他も星とか投げてくださった皆さんありがとうございました。ではオンライン握手会で待ってるよ。じゃあね。オンライン握手会来てね。また後で。バイバーイ。